竜とそばかすの姫見てきました。竜っていうことということでね、僕この映画をね、全くの予備知識なしで見てきたんですよ。小柳くんが細田守の新作だよとか言うから、あ、ほな見なあかんなみたいなノリで、はいはい、何も知らずに、うん、見てきたんですけど、もう最初の5分ぐらいですよ。なんか小綺麗なお姉さんが、なんか、ラララライラララライとか言って、わけわからん、ずっとラララみたいな歌歌ってるから、あ、ちょっとこれもう無理かも、こう2時間と思って。ちょっとテンション下がってたんですけど、なんかそれ気ぃついたら、土佐文旦とか、見覚えのある駅とか、カツオ食うてるのとか、小綺麗な川とか、あれ見たことあるで全部と思って、これはひょっとしたらって、高知県も舞台になってる映画やったんですよ。これやばないですか。僕ね、高知県出身なんですよ。なので今日はその高知県民として、高知県出身の人としての角度から、この映画の感想をなんかペラペラと喋りたいなって思っとるわけです。でね、これね、なんで高知県が選ばれたんやろうって思ったんですよ。まずね、こんなん気になるじゃないですか。で、この映画の設定自体が仮想現実と、まあ、リアルの世界っていうのがあったんですね。で、その仮想現実っていうのは、これは、まあ、世界の中心っていうみたいな捉え方をしてるみたいなんですね、その細田守さん監督が。んで、じゃあその対比にある、もう世界の中心の対比ってことは、ど田舎の偏僻なとこっていうので高知県が上がったわけですね。いや、僕はそれでも嬉しいですよ。高知県にね、スポットライトが当たるってこともめったにないんで。で、しかもその高知県の仁淀川町っていうとこなんですけど、ここが限界集落なんですよね。この限界集落っていうのは、その 50% 以上が65歳以上のおじいちゃんおばあちゃんで構成された町なんですけど、で、これもね、悲しきことかな、この限界集落というできた町が、この仁淀川町が初なんですよね。そんな町が舞台になってて、しかもその町の一人の冴えない、もうこの辺に土ついてますよ、と突っ込もうかなと思ったんですけど、そんな女の子が主人公なんですよ。で、まあその女の子が最初の冒頭5分でベラベラ歌ってたから、しんどいなと思ってたんですけど、まあそれはいいとして、まあそんなところで、その対比を設定として作ってた映画ですと。まあ、僕はせっかくね、その、さっきも言ったけど、高知県民なので、まあ、高知県民としての角度からいろいろ突っ込んでいこうと思ってるんですけど、まず、カツオをね、食べるシーン5秒ぐらい出るんですよ。で、そこでね、家の中でカツオを串刺して、ボッてつけて、火、ボッて、あれなんていうっけ？コンロ？コンロをボッてつけて、ビーって焼いてんすけど、あれは絶対家ではせえへん。あんなことは絶対家でせえへん。少なくとも串は絶対に刺さん。ただし、すごい、カツオのね、独特の切り身の断面の感じ。あれで、もう一発でカツオってわかるぐらい、すごい上手にできてて、そこはすごい良かったし、高知県民として嬉しかった、カツオが出てきたところが。高知県はやっぱ、カツオのたたきが有名なの？もちろん、もうそれしかないから。カツオのたたきと龍馬しかないから。なるほど。うん。あと無限の自然。無限の自然。これ、この3つで戦ってるから。で、さらに、アクセスね。ベル、すずちゃんが住んでるところって、高知県がこうあって、高知県がこうあったら、まずこの辺なんですよね。映画で頻繁に橋が出てくるんですけど、あの橋って、浅尾沈下橋って言うんですよ。まあ、これは僕もね、調べて分かったんですけど、この浅尾沈下橋っていうのが、このね、仁淀川のね、すごい上流の方にあるんですよ。上流の方っていうのはもう田舎でしょ。確実に。上流で大都会とかないでしょ。田舎にあって、で、そのね、中でね、バスに乗るシーンがあるんですけどね、バスでどこに向かってるかって言ったら、JR 井野駅まで行くんですよ。JR 井野駅まで行って、彼女はどこに行くかというと、市内の学校に行くんですよ。ここ計、俺知ってるで。俺ここ計2時間かけてんねん、片道で。どこの学校行くねん、つって。で、なんでこの市内の学校に行ったかっていうのがわかるかっていうとね、鏡川が出てくるんですよ。また川かよって話なんですけど、鏡川が何度もこのように出てくるんですね、この映画の中に。その鏡川のね、川沿いをね、学生服着てね、歩いたり泣いたり笑ったりしてるところがいっぱい出てくるんですけど、その鏡川がね、市内にあってね、その、
出てくる風景が市内の風景なので、ああ、この人、このベルちゃんは市内の学校に通ってんのやねって分かるんですけど、まあ2時間かけてると、2時間かけてお前どの学校に行ってんねんと気になる。そう、俺はそこが一番気になった。さあ、どこの学校、制服で調べたんですよ、僕のね、頭のね、あのスケベマインドからね、どこの学校やってなったんですけど、出てこないんですよ。こんなね、ちょんちょんのこんなね、ネクタイしてるね、やつはいないんです、高知県にはね。で、高知県で、あの、鏡川のあの沿いを歩く学校って結構、高知県の市内っつっても10個、15個、20個ぐらい学校あるんで、まあ、どこやってなった時に、ベルちゃんのお友達の女の子が、もうゴリゴリのスーサンシーみたいなやつを、ブワーって、お前ガリレオかお前みたいな感じで解いてたんすよね。ちょんちょん言って、証明終了みたいなんで。あのレベル感の問題を解けるやつっていうのは、高知県の中でも、高知県の学力って下からほんまに数えた方が1番2番ぐらいなんですけど、まあその中であれも解けるやつって上位校のやつなんですね。なので、僕の推測ではまず一つ目、土佐高校なんですよ。これは私立ナンバーワンなんですよね、高知県で。私立ナンバーワンの偏差値60オーバーみたいなやつらなんですけど、もうそいつ、もしくは、あの、大手前高校っていうのがあってね、こいつらは国公立のナンバーワン。こいつらも結構偏差値高いと思います。具体的には知らんけど。両方とも、東大とかも出ちゃう系の賢い学校ですね。高知県なんか有数の。まあ、このね、僕は二つのどっちかの学校が、彼女の母校やと思うんですけど、もうこれはもう、守る先生のみぞ知ると。僕たちは多分一緒くたら知ることができないでしょうという話ですね。はい。学校は都内のあれやと。そうなんですよ。実際の学校の中の、映像もちょいちょい出てくるんですけど、その中は都内の学校のモチーフになってできてたので、全く高知県とは関係なさそうでしたね。はい、ということで、あのもう恒例点数つけます。もうちゃんとね、これ高知県民手やから甘くつけるとかはないっす。いきます。ブル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 。ベン。99点。1点。惜しい。その1点は ?1 点は、ポップコーンが昨日のポップコーンやったっていう。映画館映画館のもう、せい。かわいそう。でも映画だけで言ったら本当は178点ぐらいあるんやけど、79点分ぐらいはもうそのせい。映画館のせい。小柳くんはちなみに何点でしたか ?85。ちょっと目の前に高知県民おんのに遠慮して95とか言ってほしかったな。じゃあ、その85の理由は理由10点分はまあポップコーンが昨日のやつ。そうやな、大切やんな。あとの5点は何やろうな。まあちょっと話のつながりなんか急すぎたりしちゃうかな。まあ内容だけで言うと、うーんって感じかもね。俺は高知県民でテンション上がってるだけやからね。高知フォーカスだね。そうそうそう。まあでも、普通に楽しい映画なので、高知県民はもう絶対必見の映画ですね。そうじゃない人たちも、高知の雰囲気を見る意味でも、守る先生の最新作を見る意味でもシンプルに感動できる映画でもあるのでね、夏に見るにはめっちゃ良かったな、うん、この夏絶対必見の映画です。絶対映画館で見ましょう。ポップコーンも食べましょう。バイバイ。